であとはこういうのに必要になってくるのがこう若干の上下動も大事、はいはい、はい、毎度こぎすんです。今日のこぎすんはトゥーオープン3いきましょう。トゥーオープン3、トゥーオープン3、うん、トゥーオープン3なん3180は去年出したんやけど。出したっけ。うん、ユノマルでやった。あ、そう、よう覚えてんな。覚えてる。ちゃんと、はい、ここで考えてますので、はい、はい、トゥーオープン3を今回やっていきます。ちょっとランクアップやな、うん、意外と難しいか、なんかさらっとやってる感あるんやけどむずいっていう。全然むずい。うん、のをやっていくんですけども、はい、ちょっとその前にギア紹介いいですか。やだ、させてよ。5000円くれたらしていいよ。あとでじゃあ渡すわ。事実のことね、ベースです。はい、でユニオンのウルトラで、ディラックスの DNA にチューマンで取り扱ってる、ザカリアのセットアップですね、これ。はい、もうなんかすっかりこのイメージできたね、君。できたね。いや、これがな、結構万能すぎて俺めっちゃ使っとんだよな。そうね。そう、何ってさ、もうここつなげれるからすごいよね。勇気入ってけへんのよ。はい、まあね、上やこんな感じ、セットアップで、上下 L ね、俺 L 着てます。結構でかい。まあメンズは大体 L でいいんじゃないって思う。で、まあオレンジに合わせて、なぜかオレンジも、タオテックのグローブ、で、インナーグローブもタオテックで、ゴーグルもタオテックで、バラクラバもタオテックで、スタンスタンのポンポンビーニーらしいな。ポンポンな、ポンポンらしいわ。ポンポンなの。あの、アマゾンでな、ポンポンビーニーって書いてたから、多分ポンポンやわ。あ、そう、知らんけど。ボンじゃなかったの、ね、うん、ポンポンやったかも。はい。でな、今日な、あの、朝試着してる時にさ、靴下履いとってんよ。はあ、そういえば俺ずっと今までの動画でこのギア紹介で靴下紹介してわとって、今までの YouTube 全てインスタグラムの、まあ、タオテックさんからサポートいただいてから全部この中にはタオテックの靴下が入ってますっていう。そうだね、はい、入ってます。タオテックの靴下のみだね、のみ。めちゃくちゃいいから、あの、うん、ぜひ皆さん、はい、お使いください。はい、で、今回ね、それでやってみます。で、次静香ちゃん。はい、で静香ちゃんの、はい、ウェア紹介どうぞ。これな、チームワンのレンチルのスターレンチルのパンツか、のパンツ。はい、で、まああとはで、板が、板はブレースで、バインはウルトラ。はい、で遺伝子 DNA ね。はい、タオテック、はい、タオテック、この仲間だ、全部タオテック。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ早速ね、仮装いきましょう。はい、はい、でな、2オープン3はな、結構俺大事だと思う。なんか先行といい、エッジのその圧といい、飛び、なんかね、そのオープン方向なんやけど、結局もうその空中での送り方、着地、結構俺大事だと思うねんな。だからね、大事、結構それちょっとね、皆さん、あの、2オープン3かはははみやんとこじゃなくて見て、まあ基礎が詰まっておるのかい。そう、ちょ一回やるわそれ。どうぞ。はい、じゃあ行きます。後ろからじゃあお願いします。周りを確認してもらって、はい、行きます。はい、今のもっと行こうか。で、2オープンって両足じゃないよね、俺やってんの。両足で飛びたくなるけどな。若干ローリーやね、うん、ちょっと、あの、大げさにやるわ。いきます。わかる。すごい大げさ。わかる。大げさにやったから弾くん遅れてちょっと微妙になったけど、よし、まあ、今の感じ、このハウス、これね、あの、グラトリ、グラトラ、まあグラトリやってる人、グラトラ以外でも、俺多分カービングの人で、今グラトリも多くなってきてるやん、うん、ラントリっていうのが増えてきてさ、うん、そういう人でもさらっとエッジとエッジでいけるから、はい、おすすめかなっていう、うんうん、はい、で、これの今回ね、ハウス説明していきたいと思います。まずは2オープン1、2-1って呼ばれてるやつ、うん、ができるようになるまで、それを練習、うん、まあ、ここでね、2-1をまた詳しくするってなると時間かかっちゃうからあれなんやけど、まあ大事なところっていうのは、しっかりと荷重をノーズのこの足先の踏んで、自分がここでできるやから、左足ね、ここで踏める位置に
体軸移動しに行く。でそこに荷重車ドンと取る。まあよくさ、あの俺板のこう弾く練習とかやってフラットな場所でこう練習しとるやん、うんうん、それをガンガンエッジ立ててトーションかけて一瞬硬くしてボンって前に飛んであげる。じゃあエッジで飛ぶんだね。エッジで飛ぶ。これ今さっきちょっと大事なこと言ったんやけど、トーションで固めるって言ったやん、うん、トーションで固めるっていうことをすると土台が硬いからあの踏ん張れんのよ一瞬でゴンって。だから高く飛べるし前にも飛べるし、うん、フリーまでこう力が入るから加わるから空中で回しやすいしっていう風になんねんけど、これを例えばじゃあ2でやったら B オーリーとか、うんうんうん、もうこれを使うねん、はいはい、あとは B ノーリーもそう、 B オーリーも B ノーリーもそう、ね、エッジそうトーションかけて板を硬くさせてで足場を作って弾くっていう、まあ、そこのねトーションのこのかけ方のハウツーはまた別で出すんで楽しみにしておいてください。これ結構大事。これ抜けてる人は飛べんと思うんだけど、まあね、それを使ってちょっとノーズにこっちに荷重するってことだな。でそれを使ってまず飛んでみましょうと。でここで注意点があるんだけど、もう今からスリーするんやけど、進行方向に対して前に飛んでほしい。上じゃなくて前で、前に飛んで肩甲骨強くしてあげて下半身で最後操作して着地まで持っていくってイメージだよ、うん、ちょっとそれやるで、みんな見といて。じゃあいきます。で今のがちょっと分かりやすかったかな。あのノーズに荷重したことによってちょっと板の軌道変わったと思うんやけど、さっき言ったことをやってあげるとこんな感じで、目線とかっていうのは飛んで前に飛んだらすぐにもう体全体で後ろを向くイメージ、上半身だけ先にとかではなく先行動作入れます、下半身ついてくる、その状態のまま山側着地するから。あ、何飛ぶ前に体先も回り始めるの？あ、ちょっと先行させるんよ。っていうのが、まあこの後いろいろ小次郎とかいろいろそういう技を、まあようわからん技をどんどんハウス出していくんやけど、この先行動作をこうすることによって体って固まんねん。あ、固まる？力入るの。うってここで、はいはいはい、バットの振る時もさ、逆転向からここでうってなるやん。こういう力が入る場所で、例えばここでさ、みんなやってみて、こういう場所で体ちょっと早めにこうやってあげると板が簡単についてくるんよ。ああ、それを使ってあげる。で、先行強すぎるとどうなるかって言ったら、こう、わかる？逆に力が入らなくなるの。ふーってなるから。ちょっとだけ先行させる。で、あとは先行させたら、こっちに山向き着地。今ちょっと両足で着地したんやけど、まあそんな感じよ。でこれはもうほんまになんかめっちゃノーズこう上がってノーズで弾いてるやんっていうのがあんまり分かりづらい技なんやけど、極力左足の板の先っちょとか足元で硬くしたところでグッて飛ぶようにしてあげると結構あのすんなり前に行きやすいっていう感じで、あとはこういうのに必要になってくるのがこう若干の上下動も大事。伸身状態でやってもなかなかそういうの、あの高く飛んだりとか前に飛んだりってできやんから、ちょっと振りかぶってあげるじゃないけど、やってみて、いきます、こういう感じ、わかる？ちょっとグッて入ってるのわかる？違う、伸身のツーツー、あ、伸身のやつ、伸身行こうか。先行はやっていい？先行はやっていい、いきます、どうぞ。それは無理や。やろ？それは無理やな。やろ？うん、だからタイミングっていうのが物事にはありまして、うん、あの回転を生み出す時のタイミングだったり、高さを生み出す時のタイミングだったりっていうのが、まあ言ったら力がうまいこと作用するタイミングっていうのがあるんですわ。うん、それに伸身の状態やったら合わせるやんのタイミング。だからみんな思ってるよりラフにあの体を動かした方がいい。うん、屈伸ね、屈伸、屈伸、まあ、しゃがみすぎも良くないけど、そのなんかあの動きやすい上下動というか、やってみてください、
これをスピード出せば出すほど飛距離も伸びるし高さも出てくるから結構やりやすかったりするから、メンズは特に恐怖心とかなくなってきたらそっちにチャレンジしてもらえたらなと思います。はい、という感じでね、今回2オープン3、軽く紹介させてもらいました。はい、はい、ね、こういうのでね、どんどん違うトリックでオンラインレッスンをね、開催しております。気になる方は、公式 LINE の方にね登録してもらえたら詳細載っています。平日にはなるんですけど、ちょっとさ自分のスケジュールがねちょっと埋まってきてるんであれなんですけど、個人レッスンをね受けたいよって方はコキスのレッスンっていうね、こちらにね詳細載ってますので DM ください。はい、という感じで今回終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。